自然言語処理研究室長の悟空です。今日は、文献紹介させていただきます。Fully unsupervised work segmentation with BVE and MD error でさせて発表させていただきます。この論文、このペーパーは、はい、AC error2011年の で公開させました。最初は概要、最近の研究課題によって、ディレクションレンと、セグメンテーションの親切は関係あるので、お知らせました。だから、ミニマムディクリプションレンの方法は、この方法は、評価の方法があります。けど問題は、スペーシーオブポティション、セグメンテーションは、もし、コバスのサイズが大きければ、スペーシーオブポテンシャルが大きくになって、その時は MDL の方法によってアルゴリズムは作れないです。だから、ブートキャップ・ボーティング・エフレスアルゴリズムで、セグメンテーションを作って、それを、MDL の方法で評価します。Introduction 目的は Unsupervised Work Segmentation休暇を探して、はい、回復しますの目的です。Unsupervised Learning 評価の方法は必要です。だから、MDL を使ってけれど、もし、コバスは N、長さは N で、はい。その時は、セグメンテーションは2の乗 N マイナス1の場合があります。はい。全部試しることは無理です。Generation candidate segmentation は、アルゴリズムは、アルゴリズム、それは、candidate segmentation を作って、はい、その中で、MDL で、方法で評価して、一番高い可能性が選びます。最初は、ミニマムディクリプションレンと説明します。Decryption length is a number of digits required to present a model. 例えば、コバス S が S1、S2 から SN は、number of words であります。LS is コバスの辞書です。その時、minimum decryption length はこの式で計算できます。この式は見ると、もし、コバス S の辞書が、コバスの辞書が小さいと、このディクリプション length も小さいになりました。その時は、評価の方法は低いアクリシーです。効果が低い。
this. Generating candidate segmentation. Ito, unsupervised algorithm no naka de iroro na algorithm ga atte kono paper de summary mo yo shoukai shimasu. Ito, maze wa expectation maximization algorithm to entropy MD algorithm for name to morpheme algorithm voting express algorithm and some semi supervisor algorithm wa MBDB ichi HDB to work and algorithm de gozaimasu. このペーパーで、ブッチャップ、ボーティングエスプレッドアルゴリズムを紹介する。だから、まずは、ボーティングエスプレッドアルゴリズムを紹介します。このアルゴリズムは、SE に、それは、インフォメーション、テオリック・シグネチャーによって、このアルゴリズムを作ります。Information theory signature は、entropy the definition entropy within the words is related low entropy as work boundary relative high ということは もし example に見るもしこのワードは何回も繰り返しするとその時はエントロピーは低いですけど休暇の中でエントロピーは非常に高くなってだからはいその時セグメンテーションは分けますエントロピーファンクションはこの式in the 他のペーパーは変えましたこれは voting is red unsupervised algorithm for segmentation sequence 次 bootstrap voting is red この algorithm は voting is red の algorithm の改善しましたアルゴリズムはまずウッチャップボーティングイズレッドボーティングイズレッドのアルゴリズムは違うことはこのアルゴリズムはカノーレッチありますだから最初はカノーレッチは作って次はボーティングエスプレッドアルゴリズムでセグメンテーションをやって、この中で、ハイプレシジョンセグメンテーションを選んで、どうかな、高、はい、カナオレジチは入れます。はい、この点この効果はいろいろ何回も組み合わせて、はい、その時はこのレンズ値は大きくなって、はい、アクレシーは上げると思います。じゃあ、はい、次は、unsupervised learning の中で、はい、教科の方法が必要あるから、今は教科の方法は説明します。方法は2つあります。1は F-test のテストはやって、この時は F-score はこの式は計算できる。次は、
MDMRNO segmentation sita no cobot cell to hai target no cobot cell wa hai MDMRNO kachi wa kurabete hai sono toki kurabete sedo ga hyoukai dekimasu kekka wa agizumu with the BRAN7 cobus kekka wa kono table wa hyouji shimasu tsugi wa ni eigo janakute と中国語もこれは古いの古物性で、はい、もう一回やってその時 BBE と MDL の方法のアルゴリズムも効果が高いです。テーブル4と5はタイ語とスイッチボールコバスでやります。次は2つの教科方法はまずセグメントしたコバスと正しいコバスは比べて、はい、この結果がもらえます。はい、ディスカッション最後は結論は BBE アルゴリズム a good with a fine coverage tested semi supervisor と比べて、はい、この BBE アルゴリズムも結果はアクレンシーは精度が同じぐらい、時々はもっと高いがことがあります。はい、以上です。ありがとうございました。